六角彩子です。現在はポルトガルに住みながら、日本とヨーロッパを行き来しながら主に活動しています。自分の中での挑戦としては、いろいろなこう形と色を融合させた空間を作りたいなと思って、でこうキャンバス、形があるキャンバスに挑戦したり、一輪挿しでこういろんな形を作ってみて、それにペイントしたりっていうことをやってみました。この対策は、まずこの大きな空間を生かして、で初期から使っている段ボールを使った何かをあそこに置きたいっていうこと で、展示タイトルが魔法の手っていうんですけど、なんかそれに絡めたメインのものを作ろうと思って、でその女の子の手もそうなんですけど、その空間にこうその自分以外の手によってなんかいろんなものが生み出されてる中にこういるっていうことを表現の中に入れたいなと思って、ちょっと手をモチーフにしたものを入れてみました。大きいだけのインパクトじゃなくて、やっぱりちゃんと絵でこう迫力あるものを出したいなと思ってたの で、かつその魔法の手っていう、こうなんかこう人が生み出すものみたいな力をこう備え持った絵にしたいなと思ってたので、それをどう表現しようかなっていうところ、最初のなんかどういう絵にしようかってところが一番難しかったかもしれないですね。太鼓点にするっていう手もあったんですけど、なんか気分的に今自分が生み出せるものでちょっと埋めたらどうなるのかなっていうのを見てみたいっていうのもあって、でちょっと実際やったら思ったより大変だったんですけど